始めたいと思います。1曲目はレッツゴーという曲なんですけども、そうですね、あの我々 FE この3人で長年やってるんですけども、基本オリジナル曲を中心にやってるので、オリジナル曲というのはまああのほとんどの方がほとんどの方は、まあ、オリジナル曲はあんま聞いたことが、まあ、初めて聞く方が多いので、ちょっとまあ、あの取っかかりが悪いという部分がありますので、まあそれは致し方ないね。やむを得ない。なんでこんなにくどいんでしょうか。酔っ払ってるから。顔若いよ。まあ軽くあのどういう気持ちで作った曲なのかというのを解説しようと思ったんですけど、はい、始めましょう。このレッツゴーという曲は別にどんな主義主張もございませんっていうね。ことで、まあとりあえずレッツゴーというタイトルで察してください。元気な、いっぱいな曲でございます。サビの部分は皆さんで、そういう曲が俺あんまないんだなんかね、みんなで一緒に盛り上がろうぜ。だから基本的にはあのやっぱね、暗い人間なんだ。
あ、レッツゴーという曲でした。よ、うん、続きまして、サンシャインという曲なんですけども、サンシャインですよ。あ、ちなみに、あの、元メンバーです。サンシャインという曲なんですけども、これはまあ、まあ普通にラブソングです。ラブソングっていうか、まあラブソングです。ただめんどくさいな。Yay!
がちょっとでかい。ギターがちょっとでかい。そんなことない。大丈夫。大丈夫。酔ってるから。続きまして、曲順はあなたの頭の中にしか。静かな曲をやります。そうですよね。そうですよね。そう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 。来ました。です。裏道という、裏の道と書いて裏道という曲ですね。I don't know.
って遠くに続く笑顔だ。曲を一曲、皆さん知ってる曲ですが全然知らない形になってると思いますが申し訳ない。上を向いて歩こうという曲。いや本当はこの曲を好きな方には申し訳ない感じ。Yeah.
よ。ありがとうございました。お待たせしました。ではあと10分です。言われる前に言っちゃいました。ではどうですか。ではもう一曲カバー曲でオジーオズボーンという人の曲を。せっかくですから。じゃあ三日黒に挑戦しますか。大丈夫ね。こんな日の中で。ハードロックの帝王と言われた人の、まあ、今までやってきた人がゲットを近づくロックンロールなんですけども、ここはヘビメターでいきます。ヘビメターで言うことでもないし、クレジートレイン。Come on.
今回、おじいおつこのために撮ります。あ、大丈夫ですよ、大丈夫です。ありがとうございます。ただもう変えてみたけど、大した変わらないということが判明しました。穴の中という曲を、説明すると、穴の中というのはとても魅力的だと、そういう歌です。いや、みんな穴の中から出てきたんだよ、帰りたいんだよという深いテーマがございますよ。Yeah.
うございました。FEE でした。